皆さんこんにちは2022年週一完成合格フルコースお試しウェブ講座を担当いたしますレクセリン人講師友ぐですどうぞよろしくお願いしますさて今回はですねはい週一完成合格フルコースこちらの方のですねまあ、えー コースの中に含まれております基礎力養成エコーポニート合格講座それから過去問セレクト300の講座ですねまあ、こちらの講座どういう感じの講座なのかっていうところをですねまあちょっと体験していただくという感じになってまいりますで、使用するテキストレジュメの方なんですけどもこちらですね、えー、22週1完成合格フルコースお試しウェブレジュメというものを使用してまいりますまあ、もちろんあのこのレジュメの中はその本講義で使用しますですね、えー、こちらですはい、えー 合格の取説という本ですね、えー、そちらのインプットの、ね、基本テキストの方と、まあ、問題集の方ですね。えー、あ逆かはい、えー、ということでねそちらの2冊の方を使っていきますのであの中身もそれと同じものになってますのであの別にこれがなかったとしてもあのこの2冊があれば、えー、全く同じものになります。ただあのこちらのね、えー、テキストはフルカラーになっておりますが。はい えー、例えばですねこんな感じで、えー、テキスト自体はあのフルカラーになってるんですけども、えー、今回こちらのねレジュメの方は、えー、とこちらの方ではい。 まあ白黒ににななっってていいまますすけれどももね、まあ、中身は同じものになっていますですので、えーとまあ、このレジュメをお手元に置いてもらっても構いませんし、まあ、この「取説のテキストをお持ちの方は「取説のテキストをお手元に置いていただいても構いません、まあ、もちろんあのどちらも持ってないって方もですね画面の方に映し出しますので、まあ、画面見ながら聞いていただいても大丈夫かなというふうに思いますさあそれではですね まあちょっと限られた時間なので、まあ、一部のみの、ねえー、ものになってしまいますけれどもではまずその基礎力養成コンプリート合格講座というですね、まあ、いわゆるインプットの講座ですねでそのインプットの講座で、まあ、どういうふうに講義を進めていくのかとかですね、まあ、そういったところをですねまずはえ見ていっていただきたいというふうに思いますで実際ですねはいこちら今回は第1コースの意思表示のところですね 1> はい、第1コース意思表示のところを使いまして、まあ、こんな感じで講義をしていきますよっていうのをですね、まあ、体験していただければというふうに思います。さあそれでははまずは2ページのというところを見ていきたいと思います。まずですね、まあ、この権利関係のところから始めていきますけどもその権利関係の一番最初契約の成立のところですね。じゃあ契約ってどういうもんなんでしょうか でそしてその契約はまあどうやって成立していくんでしょうかというところを見ていきたいと思いますそれでは参りましょうまず契約とは何かということなんですけども契約っていうのは一言で言えば約束のことですはいでコンビニでジュースを買うっていうのもまあ売買契約という契約になるんですねはい、えー、ですのでまあ例えば その朝ねえー、もう家に出て、ね、それで会社に着くまでの間学校に着くまでの間、ねえー、もう皆さんコンビニに立ち寄ったとしますでコンビニでジュースを買ったとしますそれも契約ですですのでまあほとんど皆さん毎日契約っていうものなんですよそういう意味ではしてるんじゃないですかっていうかな、ね、話になるわけですけどもではちょっと考えてみてください。こ、はい、こちら覚えようううととと書いいいいてあるところです A が土地を売りたたいいうふうに思いました そして B がその土地買いたいなっていうふうに思いましたとねそうした時にはいまずですね A がまあ売りたいと思いましたその気持ち意思ですねでそれを売りますという形でまあ示したわけですよまあこういうのを意思表示というふうに言うんですけども A がはい売りたいと思って売りますというふうに言いましたそれに対して B も、えー、あじゃあそれ買いますというふうに言いましたとはいでこの売ります買いますこの 意思表示が合致しした時に売買契約って成立しますだから契約っていつ成立するんですかって言ったらば両者の意思表示が合致した時つまり売買契約だったら売る人が売りますっていうふうに言いますでそして買う人が買いますっていうふうに言いましたでそうしたらまあある意味気持ちが一致したわけですよね。でそういう時に売買契約というものは成立をしていきますってことなんですけどもさあそれではですねはいこちらご覧ください。 なおの後ろです契約の成立に原則として書面は必要ありませんというふうに書いてありますそうですよねまあ、先ほども言いました通りねジュース一つ買うのだって売買契約という契約ですよさあ皆さん考えてみてくださいねジュースを一つ買うのにですね,ねいちいちその契約書の作成とかしますか例えばコンビニですねジュースを持ってってですねえ、ね、すいませんこれくださいというふうに言ったら店員さんがあいらっしゃいませ まずは契約書の作成から参りたいと思います。えー、当コンビニエンスストア以下コートするはともつぐ正弘以下オツとするとジュース1個につき売買契約を成立した第一条とかでやりますか？やらないですよね。下手したらレシートすらもらわないですよね。それでも契約って成立するんです。いいでしょうか？そう売買契約の成立に原則として書面はいらないってことになるわけです。で、じゃあなんで書面を作るんですかって言ったらそれは 後で言った言わないで揉めたら嫌だから証拠として残しておこ方がいいよねって形でまあ契約書を作ることもあるというだけの話で別に契約書を作作りたたくくななかったら作らなくていいんでしょ、えー、別にそれは、えー、書面は必要ないというのがルールですからね別にあの作るなって言ってるわけではないので作りたければ作ってもいいんですよ作りたければ作ってもいいんですけども別に作っても作らなくてもどっちでもいいよって話です。えー、どちららでででもいいいんんすすすかか、まあ、売買契約が成立するるに書面はいるんですかって言ったら それは要りません。ということになっていきます。はい、さあ、そしてですね。次3ページのところ見ていきたいと思います。はい、そうするとじゃあ契約が成立しましたと。と年配売契約は成立しました。そうしたらまあ、約束のことですよね。契約ってで当然のことながら約束は守らなければいけません。 そらそうですよね約束したんですから守りましょうはいじゃあ守るっていう風な形なんですけれどもさあ考えてみてください A さんは何て言いましたか売りますっていう風に言ったんですよねはい売りますっていう風に言ったんだから約束守りましょう土地を渡しましょう ですよね B さんはって言ったら買いますって言ったんだから約束を払いましょうお金払いましょう約束を守りましょうお金払いましょうってことになるわけです。つまり何かと言ったらばそう売り主は土地を渡すという義務があるわけです。 だってね約束したんだからそれやらなければいけないことになるわけじゃないですか買い主も買いますって言ったんだからまあ、代金を払うという義務があるわけですよね払わなきゃまずいわけですよねだって約束したんですからその約束は守らなければいけないわけですからねそうつまり何かというとここです A は B に対して土地を渡す義務を負っていますで B は A に対して代金を払うという義務を負ってますつまりどちらも義務を負ってるってことになるわけですよねはい つまりどちらも義務を負ってるということになります。でこのようにはいちょっと横のペンギンのところを見てください。相手に対して負う義務のことを債務というふうに言いますと。つまりまあ、これどちらも債務というものなんですけれども売買契約が成立すると売り主さんも買い主さんもやらなければいけないことがあるよね。 そう売り主さんは売るっていうふうに言ったんだからそのものをちゃんと渡してあげましょうはい買い主さんは買うって言ったんだからちゃんとお金払いましょうということになるわけですじゃあねこれを言い方変えてみます同じことなんだけども言い方を変えますよ。A は B に対して土地を渡す義務があるってことは言い方がえると B の立場からするとどうですか A さんに 土土地地渡して土地くださいよね。そうそういう言い方をすることもできるじゃないですか。そして B は A にお金を払う義務が負ってるってことは B は A にお金払わなきゃいけないってことは逆に言えば A は B に対して、ね、お金払ってって言える権利がありますよね。はいいこういう風に 言い方変えると、こんな言い方をすることもできます。で、このように。はい、こちらです。相手に対して請求できる権利のことを。債権というふうに言います。はい。ね。はい、債権というふうに言います。つまり、何かと言いますと。まず、売買契約が成立すると。A. さんも。 B さんもどちらもはい債権と債務を持つことになるということになるわけですねはいさあ考えてみてくださいね今までバーっと説明してきましたけれどもさあ契約自体は今まで皆さんね何度となくやってるわけじゃないですか先ほども言いました通りね毎日毎日やってるっていう状況なわけですよはい ただまあその契約っていうもの今までね、えーまあ、そんなに意識せずにも、まあ、物を買ったりとかしてたと思いますけれどもさあ今ここでやってることって何ですかっていう話なんですけどもそう普段やってることを、まあ、ちょっと難しい言い方をしてみたってだけですよね。 だってコンビニでジュースを一本買いますっていうんだってね例えばですよコンビニエンスストアがこのジュースを売りたいというふうに思いましたね売りたいというふうに思ったでそしてそれを売るよっていうふうに表示したまあ具体的にね、えー、商品を陳列するっていうことがまあある意味売りますという気持ちの表れですよねでそれに対してね我々がじゃあそのジュースを買いたいというふうに思いましたまあそれをレジに持っていくってことじゃないですかでレジに持っていくっていうのがまあ買いますという気持ちの表明ですよねでそうすると その瞬間に売買契約が成立すするわけですから当然のことながらコンビニエンスストアは、ね、我々にちゃんと、ねえー、そのジュースを渡さなきゃいけないし我々はまあそれコンビニエンスストアに対してお金を払わなければいけないってことになりますよね。 そうこう考えてみるとまあ、別に何も特別なことは言ってないんですよ何も特別なことは言ってないんだけどもまあ、ちょっと難しい言い方をしてるよねっていうそういうお話なんですよねだからまず権利関係のこの一番最初の勉強なんですけど今ね権利関係の勉強やってるわけですけどもまず最初にまあその イメージをちゃんと持っておくってことが大事なんですよね。えー、今何をやってるのかっていうのをまあちゃんと頭の中でイメージを持っていって、でそして。 それをじゃあまあちょっと難しい言葉で出てきた時例えばね、えーえー「やんなきゃいけないよね」みたいな感じで言えばいいんだけどもそれを「じゃあ債務といいいう難ししい言い方で言いました、ねえー、やって」っていうふうに、ねえー、言えるものを「債権」っていうふうに、まあ、ちょっと難しい言い方をしてるわけじゃないですか。でこういう難しい表現に、まあ、慣れていくっていうのも大事なんです。 なのでこれから権利関係の勉強をしていこうっていう時に大事なのは何かって言ったらば今何を勉強しているのかっていうイメージをしっかりと持っていく。そそしてそれをじゃあちょっとと言言葉葉難しくなったににその言葉にちゃんと慣れていくっていうですねやっぱりこの2つがまずこの権利関係の勉強の中では重要になってくるんですね。で じゃあそれをどうやって学習していきましょうかっていう話なんですけれどもそれをまあちゃんとできるようになるようにねえー、作ったのがまずこのね、えー、週1完成合格フルコースで使っているこの今画面の方に出ているこの「 取説というテキストなんです、ね、でこの「トリセツ」というテキストでまあだいたいイメージ、まあ、こういう図とかもいっぱいありますからね、えー、図とかを使いながらイメージ湧いてもらってでそしてまあ一応言葉とかもねここにねはい債務とか債権とか、えー、そういったね、えー、言葉自体も出ております。でこの、ねえー、イメージしやすいテキストとまあそれをね、えー、噛み砕いて説明をしていくっていうこの講義とまあ、2つ合わせて ね、えー、ちょっと皆さんにですね、えー、この宅建試験の範囲をでですすねししっっかり理解ててもらおうというとといいころになってくるわけですはい、まずまあねこの契約の成立っていうところだけでもまあこういう話になりますけれどもまあちょっとついでにもうちょっと見ますかいきます。なお契約はお互い話し合って決めるもんなので、まあ、お互いが納得していれば、まあ、原則としてどんな契約でも大丈夫です。 はいえーまあ、今「売買契約」っていうところをね、えー、見ましたけども、まあ、別に売買契約だけじゃなくて、まあ、別にどんな契約だって、まあ、いいって言えばいいわけですよ。はいさあそれではですねちょこっとトレーニングということでまあねちょいちょい過去問が出てまいります。はいさあそれでは見てください問題です。売買契約はは書面によららなななければならないかかそう答えはですよね契約に書面は必要ありませんでした。 ここにありますよね契約に書面は必要ありませんというここのところがそのまま問題に出ているということになるわけですさあこれ見てください1981年ですよ相当古い問題ですねうん。今こんな問題出ますかって言ったら、まあ、まあほとんど出ないと思いますはい、えー。昔はねこういう問題も出てたんですねはい。えー、まあ宅検試験ってねどん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 難しくなってるって言われます 昔は簡単だったとも言われます、まあこういう問題見てみればそうだったのかなとなんとなくわかるかなと思うんですけどもねだから結構ねその卓研試験ってまあ昔取った人がね まあ宅検っていう風に言うとまあなのねちょちょっと勉強すればすぐ取れるよみたいな感じで言うことあるかもしれないですけど昔は確かにそうだったみたいですはいまみ、あ、たいですってまあ私もそんな昔のことは知りませんのでねわ、えー、かりませんけれどもはい昔はそうだったらしいですただやっぱり今は結構大変です今は結構あの宅検試験合格するのも大変です、えー、ですのでやっぱりしっかりとね勉強していってでそれで ね、得点力上げてってそれで初めてね、えー、合格できるという試験になってますので本当に結構大変なのでまあ昔ね、えー、取った人からね「いや卓球は簡単って聞きました」っていうふうに、ねえー、なるかもしれないですけどそれは昔と今でちょっと状況違いますよっていう、まあ、そういうお話ですね。さあそれではですね今、まあ、第一ポイントのところが終わりましたがはいこれご覧ください攻略メモに書いてあります。 この単元自体はほとんど出題されませんそう今はもうほとんどここのところって出ませんはいじゃあ出ないならやらなきゃいいじゃないですかって思うかもしれないんですけどこれね試験に出るところだけを勉強しますっていうこの考え方ってかなり危険なんですよえどういうことですかって言いますと イメージつきにくかったらですね例えば中学入試かなんかをちょっと考えてみてくださいね、たまにテレビ番組かなんかでもやってますよね中学入試なんかでももう大人でももうなんかわかんないよっていうような難しい問題がパーっと出てきたりするわけじゃないですか、ね、食塩水の問題とか火の問題とかなんかいろいろ難しい問題が出てくるわけですよさあ考えてみてくださいその中学入試に掛け算の九九って出ますかね2る3は6ですって出ますかね多分出ないと思います うん。じゃあ多分出ないのでじゃあ中学入試のところでね掛け算の九九あ,あんなのねあの中学入試出ませんから九九なんてやんなくても大丈夫ですよっていう風うに言ったらどう思いますそれは違いますと思いませんか確かに九九の二の段なんか出ませんよ、えー、出ませんけれどもでも例えば九九の二の段を知らない人間が食塩水の問題解けますか無理です比の問題解けますか無理ですですよねそうなんでですかつ食塩水の問題も比の問題も二の段を使っ でその二の段をベースにしてね九九をベースにしてその上に行くわけじゃないですかつまり掛け算の九九ってそういう難しいものを学ぶ上での土台になるわけですよねそう掛け算の九九自体は出ませんよ出ませんけれどもじゃあ勉強しなくていいかって言ったらそうでもないってことになりますはいここも実は一緒なんですね でこれ重要度 C って書いてあってでしかもここほとんど取材されませんって書いてありますじゃあ飛ばそっかっていうふうに思うかもしれませんがここは飛ばしてはいけないんです何でですかって言ったらばそうここを理解しておかないと後々の勉強に関わってきますって書いてありますね。具体的にどういうことなんですかっていうお話です。はははいででで具体的にすすねね権利関係ののの勉強ってまず最初の段階はです、ね、これの 例外的な話っていうのが多いんですよどういうことかといいますとちょっと目次を見てまいりましょうかはい目次で例えば今第1コースで、えー、ここをやっていたわけですよね契約の成立ってところをやってま,いりましたでこれがまあ原則なんですじゃあ先ほど言いました覚えてますか 約束って守らなければいけないんですよね契約って守らなければいけないんですよねそう約束したら守らなければいけないこれが原則です本当ですかっていうそういうお話です はい、本当に、ね、約束したら守らなきゃダメですかねっていうのが、まあ、ここの例えば詐欺脅迫とか、ね、制限行為能力者ととかの話ってそういういことなんですよどういうことかって言ったらば、まあ、詐欺脅迫は後でやりますけれども例えばその売ります買いますっていうそれがですね誰かに騙されて、えー、契約をしましたと、えー、それでも守らなきゃダメですかって話になるわけですよね。そう、えー、騙されたんですよ脅されれたたんんでですすよよ脅 それで買いますとか売りますって言っちゃったんですよ。それでも守らなければいけないんですかっていう話になってくるわけです。ね例えばこの制限行為能力者も、例えばね売ります買いますって言いましたとね。でもそれ実はねまだその判断力が十分じゃない子供がなんかね軽くうん買うよというふうに言ってしまいましたと。はい、じゃあ言ったんだから守れって言うんだったらそれはちょっとか可哀想すぎますよねっていうのがまあ、ここの。 第二高制限行為能力者の話なんですよ約束は守らなければならないというその原則の例外のお話というふうになっていくわけです例えば他にもですね え先ほどやりました通り約の契約ってどんな契約でもいいっていう話ですよねそう、えー、ここも3ページのところにありますよね原則としてどのような契約でもいいですよっていう風に話しましたじゃあ本当にどんな契約でもいいんですかっていう話になるわけじゃないですかやっぱりちょっと社会的にこれはどうなのみたいな契約まあ殺人契約とか愛人契約とかそういった契約までね、えー、いいっていう風に言うわけにはいかないですよねそうさ、それはどんな契約でもいいとは言いましたけれどもそれはちょっとね 社会的に見てそれはアウトでしょっていう契約それはやっぱり駄目ですよっていうお話がまあここの公助良俗に反する契約のお話になってくるし例えば先ほど「別に契約に書面なんかいらないですよ」っていうお話をしましたがはいじゃあ例えば「保証人になります」っていうそんな重要なね契約とかもそれって口頭だけで成立させていいんですかと。 はい、えー、保証とかだったらやっぱり書面とかで通るいいんじゃないですかみたいなね、えー、感じになるわけじゃないですかそういうそう今ここで話したものの例外的なものがまあ結構この大ペンとケニア関係出てくるんですよってことは例外をマスターするためには原則マスターしておかないといけないわけですよでその まあこれから始まるその契約っていうものをいろんな角度から見ていきますとそれの全てのベースにあたるものがこの第1ポイント契約のの成立というものなんですだから試験に出るか出ないかっていうレベルの重要度は C ですそういう意味ではねだって試験に出るか出ないかって言ったら出ないですもんじゃあ飛ばしていいのかって言ったらそうもいかないですよねっていうそういうお話ですまあえちょっとまだピンとこないっていうところもあるでしょうからもう一単元ぐらいちょろっとだけ見ていきましょう。 はい、えー、4ページですね、えー、第2ポイント詐欺脅迫ですここもね結構難しい言葉出てくるんですけども待って頑張っていきましょうさあまず詐欺ですはい、えー、4ページのところです詐欺って何ですかって言ったらば、詐欺というのは騙すことですと騙されて契約した場合もその契約守らなきゃいけないんですかねっていうそういうお話なんですけどもさあまず見てください ねまあ、ちょっとなんか悪そうな A さんがいます、ね「この土地将来値上がりするよ」ってなんかね騙しちゃってるんですよ、ねえー、そんな予定何にもかかわらず「この土地将来値上がりする下がりするよ」っていうふうに騙してるんです。で今なら私が買ってあげるよそうね、えー、安く手に入れたいと思ったんでしょうね、えー、でもなんかうんそのままだったらね、えー、安く手に入れられないじゃあどうしようよし B を騙しちゃえ「値下がりするよここ」っていうふうに言いましたと。 で、そうしたら B. が、あ、騙されちゃったんですね。そうなんですかだったら売りますっていうふうに言いましたと。さあ、考えてみてください、皆さん。今なら、私が買いましょう。はい。そうなんですかだったら売ります。はい。さあ、売りますって言いました。買いますって言いました。つまり、意思表示はが。 しているんですよね。いいですか。さあ契約ってどうやって成立するんですかっ,っけ。意思表示と合致によって契約成立するんですよね。で今回意思表示はしっかりと合致してるんです。ということでこの契約有効ですか無効ですかって言われたら有効です。いいですか。有効か無効かって言われたらこれは有効です。はい。えー、ここ気をつけてくださいね。有効ですよ。だってね、えー、意思表示の合致によって契約は成立するというその条件はクリアしてるんですから。 でもね有効になったら「はい約束だから守らなければならないでしょ」っていうふうに言われたらそささすすがに騙された人かわいそうですよねそこで詐欺の被害に遭った人は契約を取り消すこととができるというようよにしましまた、はい、ここ実際はねあのテキストとかだと赤い文字で書いてありますので、まあ、ちょっとこれカラー版見ますか、えー、カラー版同じもんですけどね、まあ、赤い文字で書いてあります重要なところは赤い文字で書いてありますこのテキストね。 はいさあ契約取り消すことができるようにしましたでここで気をつけておいていただきたいことがこの取り消すというこの言葉なんですはいどういうことですかって言ったらばこちら下のところと見比べてみてください詐欺による意思表示は無効であるという問題が出たら答えはバツなんですはいだって有効ですもん そうここ気をつけてておいいくださいなんかどっちもね「えーまあ、なしでしょ」っていう意味では「向こうも取り消しも同じ」っていうふうに思ってしまうかもしれないんですがこの「 ね、これから勉強するこの民法の世界の中では無効と取り消しって全く違うものだっていう認識を持って勉強しておいてください。無効と取り消しは全く別物ですじゃあ何が違うんですかって言ったら無効といううのはもう最初から何もないってことななんです最初から何もないというのが無効それに対して取り消しというのは取り消すまでは一応有効で取り消しをした瞬間に 契約した時に遡ってなかったことにしましょうっていう風になるんですつまり何かって言ったらば無効ってなると最初から無効なので何かが無効だ無効だとか言わなくても最初から無効なんですただ取り消しの場合は何かが取り消しますって言うまでは一応有効ですはい、えー、取り消しますって言うまでは一応有効なので例えばですよそれこそ A が騙したんです B を で B が騙されちゃったんですです騙されて売りますっていうふうに言ったんだけど例えば B がね「いや騙されちゃったなんてもいいやもともと売ろうと思ってたし」って言うんだったらそのままね何も B が何も言わない限りは有効ですからいいですか B が何も言わない限りは有効ですからまあこのままね、えー、売ってもいいかっていうんだったら売ってしまって構わないんですよそれはっていうことです。はいつまり ね、えあ、ー、とで「やっぱなし」っていうふうに言える権利を与えられているというだけの話であってそう取り消しというものをすることがそうまさにここです取り消すことができるようにしましたと。のだから選択権はこの騙された B さんにありますからその騙された B さんがねっ、えー、されたんですよやっぱなしっていうふうに言えばそれは はい、えー、なしにできるし、えー、まあ騙された B さんがそれでいいって言うんだったらまあそれでいいかっていう風になることができるわけですここまでよろしいでしょうかはいでは次です脅迫のところに行きたいと思います脅迫って何ですか脅すことですはい、えー、脅されて契約をした場合も守らなければいけないんですかはいこの土地は俺が買ってある当然売ってくれるよなってなんか怖そうな人がです